は高木が縦の動きを見せようとしました。西野壮馬グランダのボール、高木シュートだー、決まったー、ガンバ大阪同点。高木が素早い動きから、これで高木は3試合連続のゴールです。振り向いて素早くシュートを放っていきました。